さんこんばんは、加藤ゴルフ TV です。本日もご視聴いただきありがとうございます。レッスンプロの加藤です。いや今日は久しぶりの YouTube 撮影ですごい嬉しい、すごい楽しい、すごい楽しい。今日私がやるテーマはアイアン持ってるんですけども、特にアイアンガットを言うわけではありません。スイング全般よくね、こう左肘がこうやって曲がっちゃう、こうなっちゃう人っているじゃないですか、ね、こうなって右行っちゃうとかさ、シャンクしちゃう、当たりが曖昧とか飛ばないとかね、いろんなあれがあるんですけども、今回はそれの原因についてお話ししていこうと思います、ね、さあでは今日も頑張ってやりましょう。まずここでね、大事になってくるのが左肘が引けちゃう原因って、これね、バックスイングとかにあるんですよ。どういうことかっていうと、構えて、はい、これもうね、左肘が引けるバックスイングをしてます、はい、皆さんどこがダメかお分かりになりましたでしょうか。こちら側から見せると構えますよね。これ左肘が引けます。さあ何がいけないんでしょう。ではね、一回まずこれで打ってみましょうか。左肘が、あ、すごい強く打ってたけどやっぱ窮屈だな。この打ち方は窮屈だ。甘えて、伸ばして、よっしゃー、しどい。いかがでしょう、今2つスイングしましたがお分かりになりましたでしょうか、ね、多分うーんってなっちゃうと思います。なのでこれ答え言っちゃいますね。答えはアドレスした時のこの自然な状態からバックスイングした時に左腕が伸びてます。突っ張ってる状態です。これ腕が突っ張ってしまうと踊ってくる時こうなります。腕が伸びたまま降りてくるんですね。そうしますと体の正面に手戻ってきてるのにヘッドここです。ほら間に合わねえなって無理やり手を曲げてごまかそうとするんですね。これが左肘が引けてしまう、フォロースルーで曲がってしまうというものの原因なんですよ。もう一回やりますよ。左腕がアドレスよりも、アドレスで構えたところよりも伸びます、ね、そのまま降りてきます。構えた位置ここだったのにこんだけ離れてるんです。これじゃ間に合わねえな、いっけねって言ってこうやって戻してくるから肘引けちゃうんですよね。ではこれどのようにして直していくのか、ここからが今日の本番ですね、はい、大切なポイントはまず構えた時のこの腕の自然な状態、この状態のまま、この状態をバックスイングのこの時にも作ってあげなきゃいけないよっていうのがポイントになってきます。ここで手を向こう側に伸ばす、こういった動きをしてしまうことは間違いなんですね。でこうなってしまう方の多くのパターンはテイクバックの時に体を回すっていう動きが抜けているパターンです。体の回転を入れなければいけないのに体回さずにクラブだけひょいって、ね、持っていこう、腕の動きで体を回そうとしてしまって腕が伸びてしまっているというのが一番の原因です。でそれ必ず構えます。まずおへそにクラブつけてテイクバックしましょう。この位置なんですよ。でこの位置なんです。この位置でクラブ握りました。でここから曲げるという手順で
腕が突っ張らない感覚っていうのを養っていきましょう。そうすることで左肘が引けないスイングになってきます。ここでさらに補足させていただくと、ここで腕が曲がっていてもクラブが遠心力で振られてしまえばフォロースルーでは腕は伸びます。で、プロゴルファーの左腕フォロースルーで伸びてますよね。トップでも伸びてると思いますが、あれ伸びてるように見えますが、実際はすごく脱力している状態でクラブが動かせる状態なんです。プロはクラブの動きによって伸ばされてしまう。で、アマチュアの方は伸ばそうとしてしまって力んでしまう。これが大きな違いになってくると思いますので、ぜひ伸ばそうとするのではなくて、クラブ振った結果伸びちゃったんだよっていうイメージを持ってください。ですので、しっかりとバックスイングでは腕緩ませる、フォロースルーでも腕サクッと曲げてあげるようなイメージを持ちましょう。これで力が抜けている状態、この状態でクラブをブンと振っていってあげると結果的にちょっと腕が伸びるよ、ね、プロみたいにフォロースルーで腕がパーンって伸びてるようなかっこいいフィニッシュになってくるよ、フォロースルーになってくるよっていう風になって、肘が引けちゃうよっていうミスが治ってきますので、ぜひね、これね、多いエラーだと思うので、力抜いて練習するという習慣つけてみてください。はい、ということで本日の動画は以上となります。この動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。